私は栃木県日光市出身で、本当に身近なところにこの日光の文化や歴史があった状態ではあるんですが、小さい頃から祖母にはかなりこの観光の知識といいますか、一緒に車でドライブをしていても隣でガイドをしてくれるような感じであったので、もう気づかないうちにもどんどん杉並木の歴史であったり、あの南泰山や中禅寺湖の成り立ちからずっと聞かされて育ったんですが、私もどんどん見習って覚えながら、いろんな人にこの特別な体験を滞在を提供できるような祖母のような人になりたいなと思っています。やはり和と洋が調和したデザインがポイントになっておりまして、館内このお部屋でしたり、もう至る所にかなり多くの木が使われておりまして、例えば日本料理レストランのホールアートにも使用されている日光彫りがやはり栃木では有名な伝統工芸です。東照宮の建造の際に集められた大工たちがよく仕事の余暇を使い彫り始めたのが日光彫りの起源とされています。やはりあの日光彫り自体はあの地元でも小さな棚でしたりお盆などに使用されることは多くあったんですが、こういったあのウォールアートとして活用されることはなかなかなく、そういった日光の伝統工芸でしたり、この400年もの歴史を感じていただけるデザインが館内にあるなと思います。